長井館は、栃木県に開いた潮技長井障子堀のうちにあった、日本の城。長井郷土市によると、海事型の方形状の館で、武者だまり、土類四方を囲む堀があり、6ヘクタールほどの広さであった。ここは、東西と南の真ん中に一つずつ設けられており、地元の頃によれば、南側の大手口には、 朱塗りの太鼓橋が架けられ、稲葉太郎という木戸版が常駐していたという。東側のここは、地元の村民用の絡め手口とし、西側のここは、通用門として使用されていた。城石には、現在それを示す石碑があり、これによれば、長井館は、室町中期に、渡辺春高森一周綱により築城されたとされる。大技長井の南方の金井地区には、 平安末期から鎌倉初期にかけて活躍した長井二郎や須藤田により築かれた詩も長い間があり、ここから居城を移す形で築城されたと考えられている。ただ、石碑には渡辺春光森とあるが、駿河守は渡辺氏の主君である塩谷氏が室町中期頃に名乗っていた関東であり、家臣である渡辺氏が名乗ったとは考えられず、初期録では、 渡辺氏の関東は、三河守、あるいは信の守とあるので、これは、三河守の間違いである。城は、長い支配の土豪渡辺氏の居城として機能し、渡辺氏は、佐野沼尻の戦いで、佐竹氏と宇都宮氏の両氏から感情を受けるほどの、武勲をあげたりもした。しかし、天正17年10月1日には、城は、那須勢に攻められて、 時の上主の渡辺島野が76歳で切腹し、一度落上の浮き目を見ている。そして、主君塩谷氏が永禄4年2月8日に改役されると、家臣の渡辺氏も武士を素敵の推し、城も廃城となった。城は塩谷氏の改役とともに、名目的には廃城となったが、城そのものは、その後、 長井を支配する昭屋となった渡辺氏の屋敷として、そのまま存続し続けた。渡辺氏は、長井はじめの実力者として、実質、長井地区を支配し続けたが、現那二年、時の渡辺氏の当主である、渡辺玄右衛門の県政に反発した、石毛野兵をはじめとする同志たちが、渡辺氏の支配から脱するために独立し、長井は上下野に村に分裂する。しかし、 この分割は、地域を分割したものではなく、渡辺市、石毛市それぞれを支持する人々による、対人分割で行われたため、城下長井村の村民が混在するという複雑かつ、不自然な支配となり、この状態は、明治2年1月20日に、城下長井村が合併されるまで続いた。長井間は、昭和に至るまで、渡辺市の館として存続し続けたが、 第二次世界大戦で、渡辺氏の当主が病没し後継者がなく、渡辺氏が断絶すると、屋敷は廃され、土地は分割されて、民家や小学校などの用地となり、その遺構は、完全に破壊されて消滅した。唯一、昭和58年9月に混流された石碑が、その名残を残すのみである。長い間の定石を示す石碑には、堀の内城とあり、 長井館の別称となっているが、この地方では城石に堀の内というあざ名が付けられることが多く、そのため堀の内城と呼ばれる城は数多く存在するため、この名称は通称として考えるべきであり、正式には文献などに記されるように長井館とするのが正しい。長井郷土師上は7年工学博士、中山武雄氏、足利氏の考古学者、丸山が前氏、 焼いた死の伴い万寿死などの実地調査による、水掘りは、5、空掘りは、5、ありがとうございます。